ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は木津川市に建築中のリアングー諸島2階の 1LDK のお部屋を紹介させていただきます。こちらがまずダイニングとリビングのスペースとなっております。こちらは各家電が配置しやすいお部屋となっておりまして、広さもしっかりとございますのでゆったりとくつろいでいただけます。こちらのリビングの隣に洋室がございまして、こちらの洋室を寝室として使っていただけるようになっております。こちらの部屋も広くなっておりますので、ベッドなども十分置いていただけます。またこちらを開けていただきますと大きな収納がございますので、お部屋の方をすっきりと使っていただくことができます。先ほどのリビングのスペースに戻ってきまして、こちらの部屋、大変設備が充実しております。まずエアコンの方はこちらにつけております。またモニター付きのインターホンもつけておりますので、女性の一人暮らしも安心してすることができます。またバルコニーもしっかりとございまして、こちらは東向きのバルコニーとなっております。キッチンはこちら奥の方にございまして、独立タイプのキッチンとなっております。シンクも広々としておりますし、調理するスペースもしっかりとございます。こちらにガスコンロを置いていただけるようになっております。上と下にしっかりと収納がございますので、お鍋などもしっかりとこちらに収納していただけます。キッチンの後ろ側には冷蔵庫や食器棚、電子レンジなどを置いていただけるようになっております。リモコン給湯もすぐ後ろにつけておりますので大変便利に使っていただけます。それでは水回りを紹介させていただきます。電気がつかないので少し暗いですが、一番奥がお風呂になっております。お風呂出ていただきますと、こちら独立の洗面台、これはシャンプードレッサーになっております。そしてこちらが室内の洗濯機置き場となっております。洗面所の正面にこちらがお手洗いとなっております。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。